辞書の編集作業は単行本や雑誌とは違う大変特殊な世界です。気長で細かい作業を厭わず、言葉に端的し、しかし溺れきらず、広い視野をも合わせ持つ。そんな奴がいるはずだ。必ず。辞書作りに向いた人材なんて、そう簡単に見つかりませんって。絶対に必要なんです。真面目君、君の力を大都会に、新しい辞書作りに注いでほしい。何か自分も辞書作りの役に立つことができればと。辞書編集部主任の荒木だ。力を貸してもらえますか。あ、準備は私の方でしますから。よし、なんかいい感じになったところで改めて乾杯しましょう。言葉の海を前に佇む人の心を、思いを運ぶために、僕たちは船を編む。10月より放送開始。どうかいい辞書を作ってくれ。多くの人が安心して乗れるような船を。そして君だからこそ作れる船を。